もっと素敵にマイライフ。3週目は人生を豊かに彩る花のお話です。杉原理恵子さんの神話と伝説に見る花のシンボル辞典から、文筆家杉原理恵子さんに季節のお花を一つご紹介いただいています。杉原さん、今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今月はどんなお花ですか？はい、今月はカンナの花についてお話したいと思います。はい、戸田さん、カンナの花というと色とか形分かりますか？真夏に真っ赤な花を咲かせる花です。じゃあ、あれだな、きっと。あれですか、うん、葉っぱはとっても大きいんですよね、結構背も高くなる植物で、私157センチなんですけど、それぐらい背の高いものもあって、その葉っぱと葉っぱの間から茎がスーッと伸びて、すっくと立つ茎の上に真っ赤な大きな花が咲いているっていうのがカンナなんです。あ、じゃあ私わかんないです、調べてみますね。うん、でこのカンナのシンボルは命の再生、とても神聖な花で、お釈迦様の伝説に登場する花の一つなんです。お釈迦様の弟子に大婆だったという人がいるのですが、彼はだんだんとお釈迦様に反抗するようになるんです。で旅に出たお釈迦様を待ち伏せして、山の上から大きな岩を落としちゃうんですね。でもいわば間一髪、お釈迦様のそばに落ちて、粉々に砕けた石の破片が飛び散って、お釈迦様の足の指に当たって血が噴き出します。でその血が大地に染み込んでいって、そこから根が出て真っ赤な花が咲いた。それがカンナの花だと言い伝えられています。だからカンナは仏教では聖なる花とされているんですね。でこの8月にカンナを紹介したいと思ったのは、この花が原爆投下の後いち早く咲いた花の一つだからです。今年は戦後75年目、焼け野原となった広島の町で、被爆からわずか1ヶ月後、9月に花が咲いているところをカメラマンの松本栄一さんが撮影した写真が今も残っています。爆心地から820メートルという近い距離なので、原爆ドームから歩いて10分くらいのところなんですよね。そうですか。今想像すると、焼き尽くされた色のない世界で真っ赤な花が咲いた姿を見て、多くの人が生きる勇気と希望を感じたと伝わります。以前、樹木医さんに、なぜ被爆した後で花を咲かせることができたのですかと聞いたことがあるんです。すると、命の危険を感じて子孫を残そうとしたのではないかとおっしゃるんですよね。花が咲くと種ができて子孫を残すことができる、だから自分が死んでも子供たち、つまり新しい種が生き残ってくれればいいと思って一生懸命咲いたのではないかと、その樹木医さんはおっしゃってました。だからカンナは今も広島では命の再生のシンボルなんです。そんな大切なお花だったんですね。そうなんです、本当に私この花を見ると、命の力ってすごいなと思います。で花を見ると幸せな気持ちになるのは、美しいからだけじゃなくて、強い生命力を放っていて、そのエネルギーを私たちが受けるからだと思うんですよね。杉原さん、今日はまた特別なお花をご紹介いただきました。そうですね、この夏だからこそ目を留めてほしいカンナの花です。また来月は秋の美しい花を紹介したいと思います。季節が巡っていきますね。今日もありがとうございました。ありがとうございました。文筆家杉原理恵子さんに季節のお花を一つご紹介いただきました。杉原理恵子さんの神話と伝説に見る花のシンボル辞典、とっても素敵な本です。ぜひお手に取ってみてください。もっと素敵にマイライフでした。